皆様こんにちは。今回は石川県羽咋市にございます日蓮宗本山金英山明成寺御朱印巡りの旅でございます。明成寺境内建物配置の特徴は、本堂を真ん中に、向かって右に祖師堂、左に三宝堂と三つのお堂が横一線に並んだ点にあり、近世以前各地の日蓮宗寺院で見られたようですが、今でも建立当時の姿を残しているのは全国でも明成寺だけだそうです。古の法華宗寺院、配置を伝える貴重な境内。さあ皆様、私とご一緒に明成寺散策へと参りましょう。最後までのご視聴よろしくお願いいたします。
一蓮宗本山明成寺散策、皆様いかがでしたでしょうか。最後までのご視聴どうもありがとうございました。